プレイステーションプレイステーションにプレイステーション BB ユニットプレイステーション BB ユニットはプレイステーションに用の周辺機器。ネットワークへの接続機能を備え、主にオンラインゲームのプレイ時に利用される。プレイステーション BB はゲーム、映像、音楽といった p s に用ブロードバンドネットワークサービスであり、プレイステーション BB ナビゲーターを利用してサービスを受ける。なお、 2016年3月31日をもってオンラインサービス提供は終了している。PlayStation BB ユニットはネットワークアダプタとそれに取り付ける 40GB のハードディスクドライブから構成されている。SCP-H-1000K 用の PC カードを介して接続する外付けタイプと SCP-3000K、5000? 形用のプレイステーションに本体内蔵型のエクスパンションベイタイプがあり、エクスパンションベイタイプは、この2点それぞれ単品での販売やネットワーク、対応ソフトとのセット販売が行われている。なお、s c p 7 0 0 k 9万0 k では、本体のスリム化のためにエクスパンションベイが搭載されて、おらず、ネットワーク機能のみが、本体に標準装備されているため、 この機器は利用することができない。また、PC カードスロットもなく、外付けのハードディスクも利用することができないため、これらの型番ではハードディスクを必要とするソフトは、プレイすることができなくなった。当初は、ネットワーク関連の機能を全面に出さず、ハードディスクドライブとして、ソニーコンピュータエンタテインメントの通信販売で、扱っていたが、巣のネットワーク戦略に伴いプロバイダ経由での、 販売とレンタルでの供給に変更。2003年6月12日にエクスパンションベイタイプの未転倒での販売も開始された。また PSX の一部機種にも同様の機能が内蔵されている。2006年7月には外付けタイプの販売が終了し、エクスパンションベイタイプも2008年にはメーカー在庫が終了し、PS2 本体とセットの BB パックも 販売終了となった。プレイステーション BB ナビゲーターにはインストールを行うために必要なハードディスクの初期化やプログラムのインストール、外付け型の使用環境では、ネットワークアダプタを機能させるために必要なドライバの組み込みを行うプログラムが入っている。導入後には、ハードディスクの状態をチェックしたり、SCP-5 万相当のバージョンの DVD プレイヤーをインストールできる。 また、セーブデータ及びゲーム関係のデータを HDD に保存することができ、この機能は主にネットワークゲームでのパッチなどとして用いられる。他にも一部のタイトルではハードディスクにデータを保存することで読み込みを高速化できる。インストール完了後ソフトをセットせずに、PlayStation2 を起動すると、PlayStation BB ナビゲーターのメニューが表示される。ここからは、 チャンネルと呼ばれる一部のメーカーの情報サイトや各チャンネルからダウンロードした画像や動画の閲覧、CD の音楽を録音して好きな順で再生することができる。初期のバージョンではハードディスクにリッピングした音楽データをネトムドに対応したポータブルオーディオプレイヤーに転送する機能を有していたが後のアップデートで削除された。チャンネル閲覧の際に ルーターの設定を行う必要がある場合があるが、PlayStation BB ナビゲーターではこのために、ネットフランバージアン3.0を搭載しており、ルーターの設定後そのままウェブサイトを閲覧することも可能である。ただし、あくまでルーターの設定変更のためのものであるため、ブックマークの保存やマクロメディアフラッシュコンテンツの再生などは、 サポートされていないが、HTTPS 通信には対応しているため、暗号化されたウェブサイトの閲覧を行うことはできる。電子メールクライアントも搭載している。当初は、PlayStation BB ユニットの普及を促進するために、HDD にデータをインストールすることでプレイ中に、発生するデータ待ち時間を軽減する機能を持つソフトが多く出た。しかし、 b b ユニットの普及が進まなかったことと、すが HDD を重視しない方針に転換したことから、b b ユニットがないと、プレイ不可能なオンラインゲームを除けば、HDD 対応ソフトは大幅に減った。具体的な例を挙げると、2001年に発売された、ファイナルファンタジー X は、b b ユニットに対応しているが、2003年に発売された。 ファイナルファンタジー X-2 は続編であるにも、かかわらず対応していない。BB ユニットの機能を利用するソフトは、発売されているが、その大半は、ネットワークアダプターの機能のみを利用しており、HDD がなくてもプレイ可能である。HDD 必須以下のタイトルは、HDD 機能を利用するため、s c p 5 5万0千までの本体に、BB ユニットを、 フルセットで接続しないとプレイできない。ネットワークアダプタのみで、プレイ可能以下のタイトルは、ネットワークアダプターの機能のみを使用しており、HDD がなくても、オンライン機能が利用できる。ナオインは、KDDI のマルチマッチング BB サービスを採用している。以下のタイトルは、BB ユニットのハードディスクにソフトをインストールすることで、ロード時間を短縮できる。 ネットワーク機能は利用しない。プレイステーション BB ユニットはプレイステーション o 3と物理的に接続ができないため利用することはできない。しかしながら PS3 のシステムソフトウェアバージョン1.31よりファイナルファンタジークシーと信長の野望オンラインのみハードディスクへのインストールが必要な p s に用ソフトが動作可能となった。これらをプレイする際には プレイステーションストアより PS2 システムデータをダウンロードインストールする必要がある。この2タイトル以外の PS2 用ソフトでは PS3 の内蔵 HDD にインストールすることはできない。一度インストールすればディスクがなくてもソフトを起動できるようになる。また、この機能はあくまでも PS2 用ソフトを起動できる本体のみが対象となるため現行の PS3 では インストールしても動作させることができない。ありがとうございます。